Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Okay, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. 先週の配信で不適切な表現がございました。クアテマラの人口1177万人と言ってしまいましたが、正しくは1711万人でした。クアテマラ国民の皆様には大変不快な思いをさせてしまいました。訂正してお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。 ダザイのアブナイッテナイト。こんばんはダザイの鉄です。こんばんはダザイのアイムです。お願いします。お願いします。<ー>ーねえ<ー>本当にねやってまいりました本当。ええ私ははい。勉強でません。どうしたんですか。やばいですマジで。どうしたん。a i r p が死にました。<laughs> やばいですこれマジで。もう充電挿してももう引かん。うん、しも耳つけてもなんも。 聞こえんでも天下のリンゴやろリンゴやけどもだからなんかね修理とか出せば修理してくれそうな気するけどねでも,もう紐がいいわうもう充電線ん時とかもあってさ、うん、し忘れて次の日うわもうしてないやんみたいなのあったっけまあ,まあ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 あるよね紐一個必要だなんよ、ね、やっぱずっと持っとくようで提案がございますはい。えっと私が使ってるイヤホン、うん、めちゃめちゃ充電持ちますはい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  それがいいんじゃない ?1 万円ぐらいだよ。でもそれはえ、それ、あれ<ん>優先いやいや、無線無線。無線やったら、エアポッツがいいの、それは。いやいやいや、エアポッツでできること、全部できるよ。いやいやそれ、それ、いい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 、俺はもう、エアポッツがいい、それは。それやったら。えじ見た目もスタイリッシュやし。いやいや、いい、あやむのセンスのやつはもう信用してないいや、本当に俺がリピートして買うぐらいよ。 いや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 別にそんな買うなら真っ白のエアポッツいやいや真っ白ってなんかうどん出てるみたいになるやんそう言うけど別に俺は思わないあれでうどんって思うやつはどうか俺はもうつけてるかどうか分かんどうかしちゃってるやつがそう言ってるうどんとか言ってるやつどうかしてる<あ>だって耳からうどんが出るわけないもんアホやもんどう考えてもそんなやつははいはいそれでもうエアポッツが使えなくなってもう俺帰りよったよそそれもう最近その エアボッツであれ聞いてんのよずっと<ん>いろんな人のラジオおおいいやのこれを始めてからもあるけどおんおん聞いてなかったんやけど今までラジオとかいろんなやつ聞いてたのにだからなくなってやっと分かるう今まで俺ずっと聞いてたんやったらだからやっぱエアポーツの大事さそう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 ,そう重要性みたいなのが分かるそうそうそう再確認されて<ー>もうだって あれやったのよそのすごい進化ラジオってやつ聞いてる今俺すごい進化ラジオポッドキャストのやつでやってもうそれとかマヤ文明とかも全部途中なんよそういうののもう続き聞きたいのにやっぱそんなのやっぱもうこれラジオ乗聞けんいなまあまあ確かに外にはねでも別に家の中でマヤ文明の話続き聞こうとか思わないんだ分かる移動中よそうそうやったら別に聞いてもいいかなぐらいやんあれって確かに優先順位的に言ったらいやいたらやっぱ映画見たいしまあ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 別に耳つけてとかそんな 壊れたんやいやも壊れてもうちょっとマジで誰か持ってない白のあのね1万円ぐらいの無線なんやけどめちゃくちゃいいのあるんよもうう本当別に耳からうどんでたりもしないし普通のんていう密閉性もやばいノイズキャンセリングもすごいやつ俺が使ってるやつなんやけどもう絶対いらないですいや本当にめちゃくちゃいいだってだってあやむが使ってるんだもんいや <も>う <laughs> いらななですそんなもんアヤムが使ってるのもんアヤムのセンスみたいなやつを全部使用してないから僕はい。はい 俺劇場から仕事終わって帰りよっ,てったら、うん、バイク置き場あるじゃん俺のあそこの前でその作家の正光さんがおってお<ー>正光さんがこうやってもう探しょったんやう,うわーみたいなで「どうしたんですか正光さん」つってそのエアポッツ一個片方落としたみたいな「うわ大悪やで」ここら辺にあるんやけどわからん」みたいな「どこにあるんやろ?」っつってずっと探しょったんよ、うんで「僕も探しますよ」つって一緒探しょったんやけど結局マジで見つからんのよ井戸があってでここら辺のどこかにある。うわー。 で、こうやってどんなかとか見るけどやっぱもう分からんちゃんいろんなものがあるけど<ー>たバコの吸い殻とかあ,ってあるもんな、うん、似てるしなうわー違うわこれ違うそ<ー>したらもう正美さんが「もうええわもう最新のやつ買うわ」みたいな俺もその日壊れて<や>う結局もう仕事頑張ればもうこんな悩みも一緒に解決する確かにな仕事頑張ります <laughs> でもね西津さんが使ってる優先は多分その俺たちが思ってる優先とはレベチよ。ということ俺も優先のやつあるんやけどその3万ぐらいの優先使ってるのはゲームする時はそれぐらいの坊主のクワイエットコンフと普通のやつ普通だってさはいだからあのね優先のやつ余ってる人いたら RKB の送ってくださいお願いします キングオブレディオラザイのアブナイトナイト メッセージありがとうございます。メッセージがありがとうございます。ラジオネーム、のんちゃさん。はい、のんちゃさん。ダザイのお二人、こんにちは。はい、こんにちは。突然ですが。はいよ。エピソード51のパゴスゲスト出演会聞きました。ありがとうございます。いろいろ論争が起きておりましたが。ああ、そうですね。先日のご帰省卒業ライブにてパゴス主席となりましたよ。ああ、みたいですね。これであやむさんは何も言えなくなりましたね。そんなことないわ。これからもダザイとパゴスのバチバチ楽しみにしてます。バイ、パゴスガチ勢オタクより。そのー、おるね、パゴスガチ勢オタク。あ そうなんやどういうつもりなんやろうねすごいやんパゴスパゴスガチ勢はさ、うん、太宰ダメかない,いけるいけそういけそう,、うん、そう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 でもまあ送ってきてくれ,るって,くれてるってことはうん、うん、おそらくその「危ないゃない」とも聞いてくれてるしやっぱりこういうのが好きなんだろうねそういうこと,と,うこ,とこういうのっていうのは俺みたいなのがいたさんみたいなのがそっち系統のやつそう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 俺マジで分からん俺いまだに うん、本当そっち系統のやつが俺やっぱ本当に分からん何分からんって <laughs> 俺やっぱかなたくんもやもやっぱキモいもんやっぱ80歳でずっとしてるんだけど慣れるもんかなと思ってるけどやっぱキモいかなたはさ、うん 俺ね最初見た時にね、うん、最初見た時にっていうかそ,のそういうやつがおるよっていう話をされたって言ったようん、うん、そのスタッフさんとかからその時にあ俺よりシュッとしててうん,、うん、なんか髪型とかも結構パシッとしててで綺麗な格好してるじゃん、はい、だからあなんか俺はやっぱりさこうまあちょっと小太りではあるし髪の毛は長いけどその話<笑><笑>、ね、けどやっぱその見た目的にはやっぱその向こうの方がいけてるなみたいなのがちょっと。 あ正直あったんやけどそのこの前ちゃんと近くで顔見たら、うん、あいつもあんまりイケメンではない <laughs> そんな何なんだろううんうんって言ってるわ全然俺と戦う L あそうなんや、うん、<laughs> でもね俺これねずっと考えよったんですよ ナルシストというかちょっと老いたさん気持ち悪いやつずっとキモいなと思ってたけどでもやっぱ女性に一定ういるじゃないですか支持率あるじゃないですかそうなのよなな俺ねずっと頑張ってです、ね、解明しようと思ってたけどあそれの理由は何なんだとなんでこんなやつが支持を得てるんだと、うん、そうそうそうでもめちゃめちゃ自分のことを好きな 男って自分のことめっちゃ好きっていうあれあるじゃないですかちょっとスタンダードまあ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 確かにねそうそうで女性の方がさちょっと自分のこと好きなあれが低いああまあそうなのかな自己肯定感ってなった時にもうちょい自己肯定感鼻水出た低い人ってなんかめっちゃ高いやつのこと好きな可能性ないこれああでもね補うためにあるあるある自分にないものをさそうそうそうマジそれない俺これ最近分かったかもしれんあのねそう 終わりましたあのー、確かに俺、うん、自己肯定感ゲロ高うの、うんそれはねあのねもう何度も言うけど単独とかでもちょっと言ったんだけど親の育て方がいい、はい、もうもう何回も聞きましたもう200回ぐらい聞きましたん <laughs> そんな言った <laughs> いいですもう、はい、そんないやそう多分ねそれがあって自己肯定感高いし、うん、あのこんななのに 自信満々なのよ。うんうん、割とそこよなだから、うんうん、俺すげえやつって思ってるし、はい、主人公やと思ってるからだからその説は正しいえでもねそこちょっと補いに行ってますよねその、うん、だしね、うん、最近思うのはねそういう層も一定数いるでもそういう層ってそのどっちかっていうとそのあやむさんかっこいいあやむさん好きっていう側の,その応援してくれる方これもう一 もう一種類で、うん、あの俺にならな何,何を言ってもいいって思ってる。えー、そんなそうがいるんですか。そう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 、えー、その臭いとか、あれ、ブスだとか、あれ、そのなんか。 お前を可愛いと思うやつなんて一人もいないとかその同行した悪口が飛んでくるんやけど最近あれ昔に比べて赤入れたとかお前赤抜けたみたいに言うなよお前最近赤入れたとかそんな感じ赤抜けたみたいに言うなってそう違うそ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 う本当にあの本当のひどい悪口を言う人たちもいるないこういう人たちはこういう人たちで甘えてるよね俺に。 なるそうたぶん普段ストレスがすごいんだろうなって思ってるの俺は世の中の僕が受けますよとそうだから俺に言ってもいいから社会貢献してるやんそう他の人には言うなよって思ってる俺はこいつかっこいいわ俺だから耐えれてる部分あるよってああなるほどねそうすごい必要とされてるやんあもやっぱそう だからこの2種類で俺の支持率はこの2種類なんですよ。すいそそううなんでよだからね、かなたがこっちは前者はいるよねあいつも自己肯定感ゲロ高いからだからすごい、かなた君かっこいいはいるけど後にこの後者が出てきたときに耐えれるかなっていう。なるほど その問題ややっぱあるんやこの問題はあるよこの問題しかも根深いしね、うん、えちょっむくんもしかしてさあの最初のやつの逆やったらさ自己肯定感高い女の人とむくんのこと嫌いなんかなこの方程式いや自己肯定感高い人はね俺、うん、のことなんて目に入ってないんじゃない<れ>、うん、目にに、入ってない別にだその どううでもいいいんんんじゃなななな俺のことなんて <laughs> そうなんやんか自信満々同士ってお互いのこと干渉せんのよんえー、そうなんそうそうそう多分うだってああなたも素晴らしいのねん、うん、私も素晴らしいのよの考え方あいいねそれもまた確かにそうだからすごい高い水準でん、うん、その社会を生きてってるからおもろいねそのさこの人はこういう層のあれ入りにちょっといいみたいな相性いいみたいなちょっと調べたいないやだから その自己肯定感高い人は、普通に俺たちのネタとか見て笑ってくれてると思う。ええ、そうなんや。そう、そうだと思う。その生き方とか生き様とかじゃなくて。普通にその純粋に、そのネタとして楽しめるというかえょう。西津さんと渡辺さんってどう思う。渡辺さんは自己肯定感めっちゃ高いと思う。<laughs> あ、そうなんや。<laughs> そうなんや。自己肯定感めっちゃ高いと思うし。うんうん、正直、まあ、いろいろ確実がありましたけど。ど<ん>自己肯定。 高くする努力もしてるんじゃないかとうあなるほどそう磨いてるんやそうそう自己肯定感高くするのって結構血まみれになるんよええだって自分の嫌なところ見つめないかんしすごいやお前分析力けどその自分の嫌なところを見つめなお抱きしめてあげなきゃいけないうわそんなあなたも素晴らしいんだよって渡辺さんはそれをもう10代で終わらせてるからえなるほどねそうそしてこういう女の子もう20代でもう本当止まらんなる そして仕事上で仕方なくああもう目に入れなきゃいけんくなって喧嘩になっ,っ、ね、そう喧嘩になる,なるほど、ね、そのまだ俺がさこの RKB に来だした頃はさうん、うん、まだその自分の嫌なところには目を向けず自己肯定感だけ高いこれをいわゆるプライドが高いって言うんやけど<い>プライドってそうなんよ自己肯定感とは似て非なるもんない<は>プライドって本当に目を背けてんのよいろんな自分の嫌なところから本当に自己肯定感を上げたかったら 自分の嫌なところも見つめないかんやけど。その作業を俺はこのももちで終わりました。ももち。こ地で。<laughs> この地で。ももちで終わりました。ここで。いはい。あ<と>まあ、まだですけどね、まだありますけど、多分。ちょっと嫌な。ちょっとなんか、俺も一皮剥けたいわ、どうやったらいい。俺がもう一つ、上の段階の。このレールにはもう乗ってない。 <え>だってお前その自己肯定感とかプライドとかあんま考えたことないやろ、うん、考えでも今ちょっと真剣考えてみようと思っていやいやいやいい,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 いそ,のそれを考えんで済む人生は幸せ <laughs> バカにされた気分ですわなんかいや違うよ本当だってそんなことしなくても自分は自分だっていうその アイデンティティを持ってるから考えないんだから。褒められてるってことかじゃあ俺は。そう。あじゃあいいんだ。だから俺と渡辺さんは迷い人だっただ、ま。え？渡辺さんは一緒だよね？そう。迷ってた。ま、迷ってた。<え>で着地点を見つけたんだよ。え？そうなんや。どうしないや。そう。俺たちはね。えー？そうやったや。そう。だからまあ哲と渡辺さんって確かに似たものはあるけど。そうなんですか？そう。そのなんかね。 やっぱね、その微妙な差ってあるやん。はい、そこって、その生まれながらか。 自分で無理やりそこに到達したかの、その違いって結構あるよ今聞いてる人、渡辺さんとんでもない過去背負ってるないや、なの渡辺さんの過去、何も知らんで言ってるけど。あれあれ、今まで上目だけで。もう想像だけだから。なるほどね。そう。ちょっと西津さん分析して西津さんはね。分析力がすごいよ西津さんはね、やっぱね、こうね、自己肯定感っていうのを超越してる。やっぱりどこかで。あの、結構、 実は鉄に近いんじゃないかって。ただ鉄と違うところ一個あって、あの実は打たれ弱いです。そうなん。え打ったことがあるんですか?。俺、俺打ちられたことない。ああ、そういうこと。パンチくらましたことはないんですけど。いや、でもね、多分ね、打たれ弱いんじゃないかなって思ってるんですけど、それを経験値で乗り越えてきてる感じがあるなるほど。補えるにはもう。 経験でそうそうそう,そう,そうそ俺なんかね経験値ってねやっぱ全てを解決すると思ってるんよほうほう自己肯定感もそうやけどストレスとかも「あこのタイプのストレスね」<ー>みたいなのあるやん「ほうほうはいはいはい」みたいな「<ー>前経験したわ」みたいな。<ー>そうっていうのがあの人より。 何十倍も多すごいやっぱ経験値が聞いてる人がもうとんでもないメンバーしか集まってないんじゃないかないやいやその「危ない」とは割ととんでもないメンバーでお送りしてるじゃない、えー、そうなんですかそうよスーサイドスコットみたいなこと <laughs> どういうことどういうこと <laughs> とんでもない犯罪者集団を集めてヒーローにしたみたいなこと <laughs> 犯罪者集団じゃないけどでもそう西浦さんはそうだと思うじゃあ水原希子さんはどんな水原希子はいま <laughs>、うん、だに自分見つかってない <laughs> えー、そうなのまだまだあそうなのまだまだでも有村架純さんは有村架純さんは可愛い,いよね。<laughs> <laughs> かわいいそうなんやかわいいでも人間観察めっちゃしそうじゃないラカスミさんそうなんすかなんかそんな感じするわへえしそうじーって見て俺タイプかもね一緒ない分析するタイプかもしれないラカスミさんとは一緒一緒かもしれないほんななおさんはななおさんはほんと目力強いんね どういうことですか、目力強い。え、その目力強い。親戚とかじゃなくなってきてるけど。しがある。しがある。しがあるよね。逆に誰の意見も聞かんくなるかもね。あ、なるほど。あそこまでしが強いと。あ、そうなんすごいから。門脇麦さんは。門脇麦さんはもう大好きです。門脇さんも大好きな。反町隆は。反町隆はもう、あの、幸せそうだよね。どういうこと。 ういことそれまで俺好き合ったんや反町隆史ほんと最近またね渋い役ばっかりされててね一皮むけだなと思いますよね一皮むけたしより色濃くなったし誰ですかだと思ったあなた誰ですかほんとにあのこういう感じで俺分析していっ皆様もね分析してほしかったらいつでも言ってくださいいつでも言ってくださいほんとによろしい 続いてラジオネーム対馬さんはい対馬来ましたどうしました2つとも感想メール送ってくれてますまあまあまあ対馬っていうのは前回の「危ないとは」をやってくれますからねそうですね、はい、まずは年功序列から年功序列パゴス会です年功序列聞きましたありがとうございます吉本の後輩パゴスのお二人が出演して、うん、因縁の対決でしたねそうですねいやパゴスにとっては先輩がただただ絡んでくるだけなのかもしれませんいや違う最初に言ったのパゴスなんだから因縁は言い過ぎでした ゆきやさんのあやむの仕留め方素晴らしいなと思いましたうんーゆきやねー吉本の芸人さんとして大活躍されることでしょう、はい、個人的にはかなたさんの喋り方が気になりますなっなっつしまそうだよなクエスチョンと言っちゃうとこ実にいいあおっと <laughs> 周りからの評判がアヤムと似ているとのことですがアヤムの片りを探すのも楽しそうだと思いましたどう対馬的にはどうなのアヤムの片りはアヤムは今回も大人気なさが全開でしたうわー答えてくれんのかこの質問には勝手に見に行った後輩のライブでのこと電話しようかな後輩に一方的な感想を話しかけたのに無視されたと怒るアヤムどう答えたらいいか分からず軽えしゃくするしかなかった後輩たちの気持ちはどう考えたんでしょうか あと、解散してしまったチャイナなんとかさんも申し訳ない気持ちになります。いや、それチャイナなんとかが一番失礼やん。<laughs> <laughs> ちゃんと言ってるからね。チャイナタウンね。30代が近づいている男とは思えず、人の性分って変わんないんだなと思いました。あやむが先輩の懐の深さを見せられる日が来るのを祈るばかりです。引き続き見守ります。いや、違うわ、その懐みたいなこと、俺、広いぜあ。広いんや。広いよ。 そうなんやだって本当ならもうこれはもうマネージャーさんに言ってそのもう事務所に呼んで話し合いぐらいのことをアブナイトでやってるっていうのはこれもうパゴス的にはもう「ああよかったよあ,ありがとう」って言えぐらい「あやむさんでよかったっ <laughs>」そのレベルないそのレベルの話よでそのちょっと気に食わん文章あったわちょっと辻もごめ,んごめんね本当。えー、なんかその30手前 30代が近づいてる男とは思えず人の性分って変わんないんだなと思いましたあのね <laughs> あのねあのねって言ってない俺違う,んです違う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 <何>中2を超えると男って変わらんやん あそんなもう知らないのよその悩む定義いっぱいあるけどそのど30が近くなってからちょっと変わるとかじゃないじゃんあそうなんよもう14歳を超えたら男ってもう脳は終わるってあそうなん。成長戦ってあそうなの中,中2で止まってんだってそのなんか、はい、対馬ってこれこれ騙されてるわマジでえ 騙されてるなんか30代とか40代でさその渋めのおじさんとかいらっしゃるじゃないああいう人たちって別に成長してるわけじゃないの<れ>隠し方がうまくなってるだけなのそうそう幼いね中二で止まってる自分の考え方とかを隠せる技術が上がってるだけあそうなんだねそうだよああいう隠せてないだけなんよ <laughs> うんでした俺もあんまり隠せてないむき出しよだからそこは魅力的よだから俺津島のこと騙したりせんし津島さんが見てる俺が全部津島さんが周りの30代40代の男にだ騙されてるこれ津島男かなそこも分からんのか俺らはそう実は津島津島呼んでるけどこれ女性の可能性あるわ確かにいやでもこの感じはね男性だと思ってんだよ俺はだから津島ももし30代40代とかなら その振り返ってほしい自分は中学生の頃から考え方変わってないんじゃないかってああ自分を見つめ直せとそしたら気づくよ胸に手を当てろ <laughs> え胸に手を当てろえ調査兵団みたいな <laughs> ミシェルの重さ的なね。そう,そう調査兵団みたいな変な軍団。胸に手を当てろ誰。誰も知らない、何の成果も出したことのない変な軍団の声。掛 <laughs> け声。<laughs> やめて <laughs>。<laughs> <laughs> いきます、続いて。はい。 あそうかまた対馬か2枚目もそうへいへいボンボンも聞きましたありがとうございますタイトルから何だろうと思っていましたうん、うん、さんからその日見た映画の話を聞き出そうとするあやむ浅井亮原作の映画を朝活で見たと鉄さんが話していたのですがそうそうそうあやむのリアクションがなんだか点点点何アブナイトナイトの初期がちらほらしてましたあーちょっとマジかあやむは本当に鉄さんの映画の話聞きたかったあのー、とうんう 大人のねるねるねるねはワードとして面白かった。それだけです。あー、やばい、これは。メールを読み進めていた時のこと。俺のこと嫌いと詰め寄るあやむ。無視されたと怒るあやむ。すんなりごめんと言ってあげるてつさん優しい。メール読みを邪魔するあやむのことをこれからもよろしくお願いします。えお、邪魔って思ってんのこれを。その後良くないことをした。重大なことをした。しでかしたとあやむが話し始めました。はい。結果、新幹線で帰省するときに、 カップを三度落として二度は無事だったけど三度目にこぼしたという話でしたおうそうや重大さんのさじ加減は人それぞれです引き続き見守ります総じてこの配信をヘイヘイボンボンとタイトルをつけたのはさすがでしたいあのねヘイヘイボンボンです <laughs> そ,れそれやっぱおもろいねヘイヘイボンボンっていういや俺ボンボンっていうもうさ、まあ、アブナいトってドキュメンタリーじゃないですか ねもう全部話したいからこれちょっといやそういうの言うのやめようよって思ったら切ってほしいんですけど俺「へいへいボンボン聞いた時に俺ちょっと震えたんよ。えと思って俺西湯さんにそのまま LINE してこれちょっと初回感ちょっと戻ってきてないみたいなそう俺もちょっと感じたんやけど対馬も感じてたね。 そうだから俺今もうなんかその何言ってんだよとはちょっと言えないちょっとこれ俺たち50話を迎えてまたちょっとだらけてていやそのね俺西浦さんにも言った言葉をそのまま言うとね「はい、緩やかに加工してるかもしれない」っつって。 加工食品の話を西津さんとされてる。知ってるよお前。なんで西津さんとその食品の話すんの？これは緩やかに加工された商品の話違う。ゆっくりね作られたものじゃない。違うんですか？っていうふうにね。でもこれ津島も感じてるってことはやっぱそういうことなんだ。ち気合い入れ直そうかみんな。気入れ直そう。どい。これ入ってます。気合いが今飲飲み物飲んでます。いやだからもう。気合 入れ直そうって <laughs> 全然気合入ってませんあやぶくんがいや,いや本当にやばいです、ね、めちゃくちゃ頑張んなきゃいけない本当に本当ですかそのまあいやあれ五十回だったんですかねいや違う五十いちじゃない五十いねいやでもここでまたへいへいボンボンが来てうんあのなんかそこでちょっと自分の気をこう引き締めてうん やっていかなきゃいけない。今日の1本目そんなダラダラタイムとかしてもらないそうそうそう。やっぱ負けたあれはあれでね、新しい試みとしてはあれだったと思うんですけど、本当にもう一回気合入れ直さなきゃいけないと思うんだけど、本当に気合入れてます今。アイスココと入れたよねココは入れ直さないといけないじゃないの。やめてください、本当に。キングオブレディオダザイの危ないトゥナイト このポッドキャストへのメールはお待ちしておりますメールアドレスは kor.rkbr.jpTwitter、えー、でも皆さんからのご意見やご要望お待ちしておりますハッシュタグアブナイトでツイートしてくださいよろしくお願いしますずっと待ってるからなんやお前それ グレープブドウでドン何が何が一番最初に出てくるいやグでグレープは一番最初に出てきそうなもんじゃないその後ドンってどういうこといやでもこれグレープは多分言ってないんじゃないいつから始めてもうだからこれ多分始めてもう20回以上は絶対あるんですよ。はい そろそろエンディング集エンディングを書き集めて、多分三十分ぐらいになると思うんですよ。ならない、いらないです。それをあのー、本当にあのなんか二月の二十九日とかに配信しようぜ。<laughs> し二 <その S 2> 人の仕事これ以上増やさないでください。ウルードしよ。ウルードし。<laughs> おやすみ。チュ。

Uh, do you know why it's so acclaimed musically oh did you know that they love japanese taiyaki and eat it before concerts what regular distribution every monday and thursday and chat session tokyo backstage every saturday search for tokyo music lab in your podcast app don't miss it